マントを羽織った学生諸生とは勉学を本文とするもの。看護本来は勉学をする余裕のあるものという意味合いだったが、日本では主として明治、大正期に他人の家に住み込みで雑用等を任される学生を意味した。1872年に学生が敷かれると地方から都会に上り、高等学校や大学等へ通う学生が現れるようになった。しかし、 当時は単身者が居住するのに適した住居は少なく、炊事や洗濯などの家事にも不慣れな若者が大半であったため、その多くは親戚縁者の世話になったり、家賃や食費を支払って他人の家に下宿したりするのが通常であった。そのため、諸生という言葉は他人の家に下宿して家事や雑務を手伝いつつ、勉強や下積みを行う若者のことを指すようになった。 また、生活費に困窮する者に対しては、地方出身の特殊家が住居の一角に学生を住まわせ、家賃の代わりに簡単な家の手伝いをさせるようなことも行われた。特殊家側も、地元出身のインテリ書生を抱えることは、ステータスの一種であったこと、また、書生が中央官僚などになった際には、人脈から多様なメリットが生じるといった打算的な考えを持つ、 物も,も少なくなかったとされる。1890年代以降になると、各学校の寄宿舎や学生用アパートが整備され、こうした書生は徐々に減少していくが、住み込みで勉強するものイコール書生というイメージが定着していたために、世界教皇時代になると、いわゆる学生のみならず、政治家や作家などの家に寄宿し、特定の分野の下積みを行うものをも指すようになった。 ありがとうございます。